皆さんこんにちは。パッチワークで布小物を制作していますチャビーママです。今回は15センチワイヤー口金を使ってボストンバッグのような形をしたポーチを作っていきたいと思います。いつもは手縫いで縫うことが多いんですが、今回はピーシングもファスナー付けもすべてミシンで縫いました。短い時間でパパッと作れます。まず最初に両脇のパッチワーク部分を縫っていきます。ピースの縫い代ですが、両脇に当たるところの一辺の縫い代が1センチ、その他は 0.7 センチの縫い代をつけてあります。順番通りに並べてミシンで縫い合わせていきます。このように糸を切らずにつなげてそのまま縫っていきます。一番最初と一番最後は糸の絡まりを防ぐために、いらない布を最初に縫ってからピースを縫うようにしています。縫い終わったら2枚つないだもの同士をまた縫い合わせていきます。縫い代は同じ方向に向けて倒しておいてください。長方形のピースを4枚ずつつなぎ合わせたら、間にパネルの生地を縫い合わせていきます。縫い代を間違えないようにしてください。前と後ろのピースをすべて縫い合わせ終わったら、アイロンをかけて縫い代を倒しておきます。半分に折って中心に印をつけて、底待ちの中心と合わせて待ち針で留めます。印から印までをミシンで縫います。縫い代は縫わないでください。同じように印から印まで縫ってください。キルトトップをすべてつなぎ終わったらアイロンをかけておきます。片面接着キルト面の糊がついている方を上にして、その上にキルトトップを広げます。アイロンの温度は低めの中温で、中心部分から外側に向けてシワにならないように貼ってください。キルトラインを引いていきます。今回は底待ちの部分にだけ2センチ幅のキルトラインを引いて、あとは絵柄に沿って落としキルトをして柄をふっくらさせていきます。縫い残しておいた底待ちの縫い代のところは三角に折って軽くまつりつけておきます。こうすると仕立てた時に待ちがきれいに縫えます。キルティングが終わったら、はみ出ている余分なキルト面を切り落とします。
ではここから中袋を作っていきます。まず最初にポケットを作ります。ポケット用の布を中表に畳んで周りをぐるりと 0.7 センチの縫い代で縫っていきます。途中で返し口を開けるのを忘れないでください。縫い代を折りたたんでアイロンでしっかりと押さえます。たたんだ縫い代の角を指で押さえるようにしながら表に返していきます。アイロンをかけたら半分に折って中央の印をつけておきます。中袋布も半分に折って中央に印をつけておきます。ポケットの中央と重ね合わせて上の端から4センチのところにポケットを縫い付けます。ここからは袋口にファスナーを縫い付けて袋に仕立てていきます。端から 0.7 センチの縫い代の線を引いておきます。ファスナーも半分に折って中央に印をつけておきます。キルトトップも半分に折って中央に印をつけておきます。反対側も同じように印をつけておいてください。表布の上にファスナーを裏返しにして中央の印を合わせて重ねます。中袋布も表布と中表になるようにして重ねてクリップで留めます。ファスナー押さえに変えて端から 0.7 センチのところを印から印まで縫います。縫い代のところは縫わないでください。ミシンをかけ終わりました。縫い代のところはこのように残してあります。では反対側も縫っていきます。手袋と中袋それぞれ別々に両脇を縫っていきます。両脇の縫い代は1センチです。ファスナーを縫い付けたところから 1.5 センチのところに縫い止まりの線をつけておいてください。パッチワークしたところがずれないように待ち針で留めておきます。中袋も同じようにファスナーの縫い付けた位置から 1.5 センチのところは縫わずに残しておいてください。下は端まで縫ってしまって構いません。反対側の縫い代には8センチの返し口を残しておいてください。
ミシンをかけ終わったらアイロンをかけて縫い代を割っておきます。表側も同じように縫い代を割っておきます。縫い残した 1.5 センチのところはワイヤー口金の通し口になります。縫い代が表に出てこないようにしつけ糸などでまつりつけておいてください。反対側も同じようにします。縫い代を開いて底まちを縫っていきます。縫い代の開いたところと底まちの中央を合わせて待ち針で留めて 0.7 センチの縫い代で縫っていきます。中袋も同じように縫い代を開いてまちを縫っていきます。ミシンで縫い終わりました。中袋の返し口のところから表に返していきます。ファスナーの両端は表側に出しておいてください。ファスナーをつけた端のところにミシンステッチを入れていきます。口金の通し口のところから縫い代が出てこないように目打ちなどで形を整えてからミシンステッチを入れてください。端ミシンからさらに 1.5 センチ下にミシンステッチをもう1本入れておきます。付け終わりました。ではファスナーの両端を始末していきます。端から4センチのところに消えるチャコペンで印をつけておきます。ファスナー端用の布を半分に折って中央の線に合わせて両側を折ります。さらに半分に折ってアイロンで印をつけてから両端を中央に向かって折っていきます。アイロンでしっかりと折り目をつけておきます。ファスナーの端に書いた線と折り目の線を合わせてその上をミシンで縫います。終わったら余分なファスナーは切り落とします。両端を折り曲げてファスナーの端をくるむようにして縫い代を折り込んでいきます。
端布を縫い付けておきます。口金を通していきます。口金を通し終わったらファスナーを締めてみます。最初はちょっと締めにくいですが、何度か開けたり閉めたりしているうちに締めやすくなります。両脇がシワにならないように引っ張って形を整えておいてください。中袋の返し口をコの字とじで閉じていきます。ではここから持ち手を作っていきます。持ち手用の布の裏に不織布の接着芯を貼ります。表側からアイロンをかけます。持ち手の中央に消えるチャコペンで印をつけます。中央に向かって両端を折り、アイロンをかけてからさらに半分に折って四つ折りにします。両端に端ミシンをかけます。持ち手を縫い付けていきます。持ち手の間が7センチぐらい空くようにバランスを見ながら縫い付けていきます。縫い付けた部分は後でヨーヨーキルトで見えなくなるので、大きな縫い目で構いませんが、取れないようにしっかりと縫い付けてください。ではヨーヨーキルトを4つ作っていきます。直径5センチの円を描いて丸く切り取っていきます。端から5ミリのところを折りながら大きな縫い目でザクザクと縫っていきます。縫い目の大きさは 4,5 ミリぐらいです。一周縫い終わったら最後は針が表側から出るように調整してください。ギュッと縫い絞ったらほどけないようにもう1周か2周折り山をすくいながら縫い絞っていきます。最後は針を裏側に出して玉留めを作ります。糸は切らずにそのまま持ち手の縫い目の上に縫い付けていきます。ヨーヨーの端のところを縫ってしまうと立体感がなくなるので、少し内側のところを縫うようにしていってください。
り4箇所も同じように縫い付けてください。可愛いポーチが出来上がりました。15センチ口金で袋口が大きく開くので中のものが取り出しやすくて便利なポーチです。皆さんも作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。